寒いっすよ、俺のベガ戦マジで。いや、嘘です。いいのかな。いいのかな。寒いの希望、耐えられますこの寒さに。寒いの希望っす。これでも1000円、このゲームで寒いことだと俺すごいと思う。確かにそうなんですよ、うん、このゲーム寒いのむずいから。この組み合わせはそうでもないですよ。ベガスの方が寒くやるしかなくねって逆に思っちゃった、ね、え、今のちゃんと弱を、弱はかぐるみ。あれちょっと待って。おお、かっこいい。寒いでしょ。今のは湧いて、今のは湧くとこでしょ。あれ、おいおいおい、瞬攻撃からのキャンセルは弱しか多分繋がんないから、それで弱読みか。見て、みんな見てください、あの白ゲージ。いや、読みじゃないですよ。読みじゃないです、見てからっすよ。白ゲージが、え、これ弱だな。で、うん、マジか。一回 V リバーサルすると白ゲージを回復するんですよね。しかしまだこれね、白って本当に回復しないんだよね。もういい。おっと、これ寒いっすよ。俺は出る。やべ、パターン入った、パターン入った、危ない。使わず、あ、これ来たー。うわ、おいしい。激うま。これ確定なんす、削りが。あ、そうだ、うん、へぇ。今の多分その場置きで暴れれば。あ、なるほどね。後ろ受け読みのスペースだから、うん。嘘じゃん。確定じゃねえじゃん。ああ、そういうこと？あの、そう、後ろ置きしちゃうと昇竜まで行っちゃったらってこと、ね。ああ、そういうこと。俺が言ってるのは。実質ステップ昇竜ってさ、うん、16、あの発生自体は20なんだけど、16で止めなきゃいけないから。そうだよね。実質無理なんだよ。負けました。あれ？今追撃できるのかな？いや、無理。うん、これはうわぁ、お、マジ今ので使える？ EX 使えばよかったのか。 EX でいいんじゃないかな、うん、あれ？ダブルってスパコンキャンセルかかんないか。あべ、 EX はあ、焦っちゃったてか、あのこれに V リバなんですよ。変身後の EX ヘッドプレスはやるって昨日言われた、うん、そう、変身後はね、これ弱だけど、そんなにやっちゃいけないんだよね。そう、なんかだな、覚えるの大変だよな。全然寒く行こうぜ、寒く。普通に、普通にむしろボンの方が寒かった。むしろ玉を侵害になってる分、盛り上げてるのかな。いや、いいっすよ、寒く行きますよ、俺は、うん、俺寒いっすよ。え、何よ。ほら、あれ隠ってるな。しまった、もう一回、はい、はい、はい。なんか声でカバーしてねえか、なんかいいよ。これはちょっとでも怖いね。やばいっしょ、これ、うん、これね、向こう、ね、これ民法に耐えられないですよ、この展開。うわー、これきついっす。やばい、ちょっとやばくなって、ちょっときついっすよね。いや、でも俺冷静だからこれきついね、確かにな、うん、これはまあ絶対ありますよね。ほら、きた。いやまだですね、これは冷静です。でもこれは冷静になれる。お、これ、これ、あ、そう、これない。そう、あの、しょうがないっす、これは。お、いいね、ちゃんと。あ、これ？うわ、怖い。中傷量打つべきだったな。どうすんの、これ。これはさすがにいいですね。うぃ、逆波動からの。なんか寒さ伝わってなかったな。いや、結果って見ると、まあ、ちょっと伝わってなかったかもしれないですね。大丈夫です、2試合目ありますかな。普通にいい試合だった、うん、普通になんか対戦してたね、うん、そう、そう見えましたね結果としてね、結果としてあ、ちょっと寒く、ここね、きついんですよね。中盤って何、プラスいくつ。これは2じゃない、2じゃない。で、発生 5? 発生6。3振り打とう、3振り。
中盤がどうしたらサンフリオ取るぜ。これもうきつい、ね、遠いのフレーム的に届いてたもん。あそうだそうね、甘えさせてもらいます。だから3台盤の後とかなあ向こうプライチなんだよ。あそこで波動打たなくない。や波動はねさすがに打たないとね。いやむしろ俺もっと効果的な波動を打ちまくるのかと思ってた。いいこれこれ着地スキル全然ない。いやありますあるんだけど、てかあれはね俺はガードしつつ投げっていう行動が一番強い。あの常にこの動きがこのスト2から最後この中キック連打いやこれね結構きついんですよ中キック連打。だからなんか寒く やらざるを得ないかなと思うんだけど、ね、修正しよう。寒く行こう。おっと、お今時間飛びてきた。あれヤギ沼スペシャル2だったよ。俺トレモヤスとかで繋がんなかったの、うん、あ、ん？いや繋がんねえだろ。やっちゃしょうがない。あれやっちゃうんだよ。しょうがないです、うん、うわこれは悲しいやつ。いやあのボボボボボってやつあれなに100万あります。マイナー10、11、12えいこんなあんのどれ打っても10以上。これは、うん、これはもうしょうがない。ガード。お、これは当たったでしょ。うわ、外された寒いよな。ああ、遅い。そこも使いたい。確かに。今ね、2回使えたね。シガトと波動拳。寒くね。めっちゃ暑いんですけど。展開はそうだね。何を持って寒いって言ってるのかが分かんなくなって。豪気の方がよっぽど寒かったね。取るのうまいなあ。あれ結構取るのむずいはずなんだよね。弱と大混ぜたらやりたい。むずい。綺麗な花火だな。おっと紙これ。はおお。あれいい。うまい。今のはマジいいな。いやいいなりじゃないですか。全然熱いあれコパンガードした後ね多分ジャングルしかない。あの両方に対応できる行動。バックスでバックスで。あそうね。バックスって結構いいんだよ。バックスでさ大体クラカンするじゃん。まあ、クラカンいや多分最速ですれば。えマジで？だってあ絶対送らしてくるもん。よし投げつかに対してあの大体打つように打つから。えあれコパンガードした？で最速で大体打ってこないでしょ。後ろ多分その大体をガードできるっていうのは多分あるはず。そこに下がって大体じゃん。えそうなのかな。ああ。だから。まあ、そのコパン投げとコパン台形を、まあ、最速の台形をレコーディングさせてガードしたときに、うん、無理だった。多分ね、2フレぐらいしかなかった。両対応のジャングラこれね、そう引きつけようと思っててもね、なっちゃうんですよ。まあ、ベガルシャはやっぱ釣っていかないと無理だろうから。これ今のしゃがみ中パン台パンって5のやつだよね。そう竜は絶対中パンかぶる。おうえぇ、気合いでいこう。気合でめっちゃ気合い、うん、おっとでかい。おっとおっと今本部危なかったな。かなりいい判断。これ押し切らなきゃいけないからな。アッパーが届かなかったね今。早いね今の中。ごめんなさい今の、ね、弱でも届かないっていう時は、まあ、ああ、なるほどね。キャラタイここは使うでしょう。使うこのオーバートリガーがね。こちら2です。寒くあれあーあーこれは痛い。400かあーいい。十分減ったね。きたチュッチュッチュッ弱シャクとりあえずトリガー通るぞ。トリガー V リバーで V リバー寒く行きたいですね、うん、ここはもうやばいっすよ。ここはマジ寒く行きたいっすこれは、はい、はい、ちなみに見てからですよ。まあまあ今の見てからでしょうね、うん、あの結構簡単っす。むしろベガ22フレでしたっけ。遅い遅いよねかなりね。今ぐらい熱い試合になると、うん、次の試合で終わりで
早く終わったらもう一回やれる。